バセミホリンがさ、無加工カメラで自撮りしたりするんですよ。だからさ、それに映る自分を見て、なんか自分、なんかみんなは全然太ってないよって言ってくださるけど、私の理想、私自分の納得するあれになりたいっていう。カマちゃんクラッカーと花束ありがとう感じなの。だから今日はおでんを食べました。夜ご飯アヒージョー、こんばんは。もうめっちゃさ、今日緊張しとって全然なんかいつものパセリじゃなかった。いつももっとなんかさ騒いでるんですけど、めっちゃ緊張して顔見れんくて、なんかさ、最初に集まった時とかになんか自己紹介みたいなのをした時に、なんかね、なんか自己紹介する時なんかさ、なんて言うんですか、こんな面と向かって自己紹介するってさ、このイベントかお見合いかみたいなとこあるじゃないですか、知らんけど。だからめっちゃ緊張して、なんかずっと床見て喋った。今日は本当にありがとうございましたってずっと床、地面見て喋ってました。なんか誕生日をねお祝いしてもらったんですけど、なんか詳しいことはまだ言えなくて、また後日話すんですけど、どこ行ったかとかどういうあれだったかとかはなんですけど、なんか誕生日をお祝いしてもらって、でなんかみほりんがフライングでお祝いしてくれたんよ。なんかみほりんがさみほりんがそう、なんかフライングしちゃって、で2回お祝いしてもらったんですけど、あ、こんばんは、イベントありがとう、こちらこそ。でなんかそのお礼言う時も、なんか今日はなんか私のファンの方いなくてちょっと寂しくあって、なんか寂しかったけどみたいな、なんかお祝いしてもらえてとても嬉しかったですみたいなことを言う時もずっと地面に向かって喋ってた。あ、髪型は帰ってきてからやりました。髪型握手会ルールでストレートしか無理なので、帰ってきて結んだ。この背景が豪華だからちょっと負けちゃうと思って。コウヘイヘイさん、クラッカー、バラちゃん、バラありがとう。もうめっちゃ地面見てた。でリップね、今日これ塗りたかったんですよ、このブラウンのリップ、でも忘れてしまって、だからめっちゃ今日イベント中変なリップ使ってた。変なっていうかめっちゃ泣いちゃった。泣いたけど涙こぼさないようにしましたってメールに書いたので、もし今日来てくださった方で、来てくださった方でというか、来てくださった方多分もう10人中9人の方パセリのメール取ってないと思うので、よかったらなんか見せてもらったりしてください。お礼そちらに書きましたので。楽しかったです。うん、メール本当はそうやって多分見せたらダメなんだろうけどね、伝える手段がメールしかないのでね。ダイエット頑張る。今日めっちゃ丸くてびっくりした。なんか今日フェイスガードみたいなつけてたんですけど、なんか私顎なさすぎてさ、フェイスガードのあれがずっと鼻についてて、ほらなんか化粧取れてる。え、パセリ推し0人だった。トニーさん、ダルマありがとうございます。でもみんな、そうみんなはパセリのことをすごくこう応援してくれてというか、お祝いしてくれて嬉しかったです。撮ってくださる方いるかな。でもパセリのメール、オキさんの話しかしてないんですよね。困った困った。凛太郎さん、コバンありがとうございます。ショールームではさ喋れるっちゃけどさ、なんか面と向かったらなんか地面に向かって話しちゃうよね。今日パシのチェキ連れて旅行しました、ありがとう、楽しかったです。恥ずかしい、本当にありがとうございます。なんかいろんな場所に行ったんですけど、なんか詳細面からさあんまりこの話をしたらちょっとポロッと言っちゃいそうで怖いんだけど。あんちゃんメンバー添いたけどそれね、あんちゃん私
パス今日汁なし担々麺食べたくて、食べたことないじゃんねまだ広島来て、だけん汁なし担々麺誰か一緒行ってくれんかなと思ってたから、あんちゃんもしよかったらパセリと行きたい。ももちゃんとね、リセももちゃんとお邪魔女の映画行きたいんですよ。そう、内容まだ言えんのよね。でもお誕生日お祝いしてもらったことは言っていいよと言われたから、それしか話せないので、今日はずっとそのイベントだったから他に話せる話もなくてですね、来れなかった皆さんは何の話をしているのでしょうかと思うかもだけど、恥ずかしいな。タム一人しゃぶしゃぶ、え、強い。タムちゃん、リンタロウさんハートありがとうございます。ももちゃん、ももちゃんが昨日夜に急にももちゃんから LINE 来たんですよ。でお邪魔女のグッズの画像が来て、なんか天国って LINE が来て、え、行ったの、私ももちゃん誘おうと思ってたのにって、映画一緒に誘おうと思ったのにって言ったら、映画は見てないよって来たから、スケジュールがあったら。昨日さ昨日ね昨日一人でずっと家にいたんですけど、でもオキさんオキさんとオキさんにアイスあげました、もらってくれました、嬉しい、大好き、スキピーです。ももちゃんはね、お姉ちゃんがあれみたい、世代みたいです。私と一個二個ぐらいしか年齢変わらないから、アイスをもらってくれました、嬉しい。そう、美味しそうなアイスでしょ。そう、お邪魔女ね、松井玲奈さんが声優しとるんよ。何個あげた、3個あげました。そう、奥さんのメールにパセリありがとうって書いてあった。アイスもう今日、もう今この瞬間からダイエットスタートしたので頑張ります。でも明日ちょっとさ、お昼ご飯行く約束しちゃって、だから明日のお昼はそのなんていうんですか、食べるけどいっぱい食べて、明日それをご飯だけにしようかなと思ってる。でも誕生日に絶対メンバーからお菓子もらうんですよ多分ね、もうもらう気でいるんですけど、だからそれがちょっと心配。でもマジで痩せなきゃと、オーディションの体重に戻すぞっていう目標なので頑張ります。ちょっと鏡見る、よいしょ。こんばんは。わあ、ソルハさん配信始まった。ね、ダイエットなんて本当はしたくないんだけど、自分がそのメンバーと写真撮ったりするときとかすごく病んだりしちゃうので、自分のメンタルのためっていうのと、公演とか今舞台もあるので、なんかファンの方になんか一番いい状態の自分を見てほしいっていうのと、あと今後舞台がシャッフルになって先輩と出たりするので、そういう時になんか STU に STU のなんていうんだろう、名前に泥を塗らないというか、そういうのもちゃんとあれして頑張ろうと思いました。ダルさん可愛い、ありがとうございます。ソラハさんチャイナ配信なの、ニーハオなの。ねえ、だから本当はね誕生日までに痩せたかったんだけど、やっぱ舞台の稽古があるとどうしてもさ、食べてないとやってられんというか、なんか舞台の稽古が夜遅くに終わってもう腹ペコだから、ちょっと今日頑張ったから食べていいやと思って食べちゃって、それが続いてたから夜に食べちゃってたので、だから頑張る。さっきのメールの写真かわいすぎてスマホ抱きしなそうな、鼻ティッシュですか、鼻ティッシュか。
そうなんよね。でも今まだ膝が完治してないので、運動とかダンスもあんまり自主練があんまりね前みたいにできなくてですね、だから運動できない分食事を見直さないとなと思って頑張るので応援してください。これ何回目って感じですよね、毎回言ってるもん。私頑張る、自分が納得するためです。だから頑張る。くしゃみ出そう、めっちゃくしゃみ出そう。なんでこんな顔につくんだろう。今日リコちゃんからさ、パシェなんか肩とか腕とかめっちゃ細いのにねって言われた。全部顔につくんよって言ったリコちゃんに。あ、くしゃみ出ちゃう出なかった。私さ、人よりもともと顎がないんですよ。顎がないっていうか、このわかるかな、なんかメンバーにもよく縦幅が小さいって言われるんだけど、だからどうしても顎がない分こう横長に見えちゃうのよね。やっほー、じゃがりこ美味しいよね。サラダが好き。今日なんかね、スタッフさんがお昼ご飯買ってきてくださって、じゃがりこがあって、メンバーみんなで分けて食べたんですけど、明太もんじゃ味美味しかった。美味しかったです。顎欲しい。だからいつもみほちゃんにね、みほちゃんの顎とパセリの顎足したらちょうどいいっていう話をしてる。みほちゃんとパセリーズ飲み会してます。お、いいですね。楽しい？パセリの悪口言ってませんか？みんな頑張ろう、一緒に。何を食べようかな、鍋にしようかなって。なんか今日はおでんにしたんよ。でずっと食べたかったそぼろのさ、コンビニのそぼろが乗っとるご飯食べたくて、食べたんよそぼろご飯。それが450くらいで、大根と卵を食べて、おでんのだから、それ今日の夜ご飯です。長崎なの？じゃああれだね、おにぎり。なんか長崎は飲み会の後におにぎりを食べる習慣があるらしい。私は知らんのだけど、県民賞でやってました。こんばんは。おにぎりを食べるんやって。カニやかな夜。だって今日お昼サンドイッチ食べちゃった。朝からねソイジョイ2本食べた。お昼サンドイッチ、スタッフさんが買ってきてくださったサンドイッチと、で夕方にゆで卵食べてって感じ。おでんか鍋かささみとかそういうので料理をしようかなって思ってます。居酒屋さんの締めのおにぎりじゃなくて、なんか飲んだ後におにぎり屋さんに行って食べるのが定番みたいらしい。だって私あれだもん、もともとお酒飲まないというか引きこもりだったから、そんなお酒に飲みに行ったことなくて、お酒を友達ともお母さんとかともないので、なんかそういう情報を知らなかった。なんか森保まどかさんも言ってましたよ、そのおにぎり屋さんの話。行ってみたい。こんばんは。わあ、私もうすぐ誕生日だ。なんか今日さフライングで、私家飲みとか、お母さんもお父さんもお酒飲まない人だから、お家にお酒なかったです実家だから、あんまり飲んだことない。
お正月におとそ飲んだぐらいです。本当に私飲まないというか飲めないというか、特に飲みたいと思ったこともない。誕生日来たらさ、だってパンちゃんとかオキさんとかと年齢離れるのがやだやだ、それがやだ。おとそ、おとそ大っ嫌い、いつも口つけるだけです。結婚式とかは成人してから行ってない。友達とかも連絡取ってなかったから、友達結構周り結婚してるけど行ってないですね。連絡先消しちゃって行ってない。あ、めっちゃお腹鳴ってる。キャー、だからさ嫌なんだよね誕生日。年齢、まあ確かにタイムループ?タイムリープしてるの?嘘。大丈夫?ループする理由がわからない。その上名前も呼べない。スマホもネット環境も使えない。結構厳しい状況だな。え、スマホも使えないの?ここの電波が良くないからじゃなくて、この二人が実証済み。残念ながら。もうどうしたらいいの。りんたろうさん、コバありがとうございます。すぐ舞台のセリフ言っちゃう。今日も言ってたイベント中に。同窓会も私行かんかったんよね。同窓会行かんかった。成人式行ったけど同窓会行ってないから、なんか、あ、というか、なんかこの間友達が誕生日で、中学のバスケ部の同じだった同級生が誕生日だったから、おめでとうって送ったんですよ。そしたら、セリありがとう、セリももうすぐだねみたいな。で、私が今度帰省したら、私が帰省したらご飯行こうねって送ったんですね。そしたら友達から、セリは今長崎に住んでるのって聞かれて、多分私が STU で知らないんですよまだ。だから、あ、今広島にいるよって言って、じゃあ年末会えたらいいねみたいな話をしたんですけどそれまでになんか痩せたい、びっくりさせたい。なんか、なんだろうな、帰省した時にさ、帰省して私が STU って知ってる子たちはさ、私を見て STU って思うわけじゃないですか。だから私がもっと学生の頃よりなんか垢抜けてたりしたら、わ、 STU ってすごい、アイドルってすごいってなるから、それを目指したい。せっかく私が長崎から来てるから、長崎にもね STU の知名度を広げたいなって思う。でもさ、年末年始さ、帰省したい、帰省して家族に会いたい、友達に会いたいってあるけど、メンバーと会えなくなるのが嫌なの。それが嫌なの。困る。どうしたらいいんですか。メンバーを連れて帰るしかないの。メンバーも家族に会いたいよね。どうしたらいいの。ねえ、やだ。おきさんに会えなくなる。昨日から本当にまた好き好き病再発してて困っちゃう。九州面で集まりたいよね。なんか天神とかで遊びたいもん。九州面でなんか大名とかを歩きたい、一緒にメンバーと。そうだね、博多、博多じゃない、福岡面とはさ、博多駅まで一緒に帰れるよね。でもね、
沖さん岡山だから。天神大名のケバブ食べたい、大好き。あれヨーグルトが美味しい。とうちゃん誰もありがとう。え、さらちゃんのブログ見たらみほりんと焼肉行ってました。私も行きたかった。私その日さ、ご飯もう食べてた日だったからさ、行けなかった。ちょっと待って、よっこいしょよっこいしょ。行きたかった。ホームシックは去年入ったばっかりの頃、去年というか今年の初めなってました。めっちゃお腹鳴りそう。ちょっと待って、ストップ。なんか今日暑くて上着着てなかったんですけど、そしたらめっちゃ寒かった。バラちゃん肉まんありがとう。今日買うか迷ったけど我慢した。バラちゃんガーベラありがとう。ねえ、年末私めちゃめちゃショールーム落ち込んでるかもしれん。メンバーに会いたいってずっと言ってるかもしれん。さやかりん、そっか、さやかりん福岡か、忘れがち私。ミリアちゃん、サラちゃん、さやかりん、サーヤン、あやぱん、めっちゃ多い。みほりんも、ゆうくん、だるまありがとうございます。去年のお正月はね、私配信してないんですよ。毎日配信してなかったから普通に帰省満喫してました。おばあちゃん家行ったりして。だからあんまり多分長い時間はできないと思う。親戚とかのお家回ったりするので、多分ですかね。サヤンとお出かけしたいよね。パンちゃんとちょっと前髪が気になる。なんか最近前髪また浮いてきた。ああ、屋根裏、私屋根裏じゃないよ、あれ物置部屋です。屋根裏はないです、アパートなので。うん、高崎愛子忘年会いいね。かゆかゆ。なんかね、その今日フェイスガードがずっと鼻に当たってたからさ、鼻がすごく赤くなって肌荒れがすごい。そうだよね、私メンバーの中で一番家が近い人コウコさんだと思う。長崎と佐賀だから。でもコウコさんとまだそんなおしゃべりする機会も何回かしかないから。鼻が高いんじゃなくて顎が低いんです。やりどころさん、クラッカーありがとう。物置配信すると思います。だって配信できるお部屋がそこしかないので。でも時間の制限もあると思う。家族がいる時間は多分できないので。物置の配信はね、多分隣の家の犬がめっちゃ吠えてる。ワン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 。車の中とか、車の中は多分できんのよね、許可がないと。許可がないとできないんです。景色とか見えたら特定されたりしちゃうから。声だけの出演ないと思います。え、わかんない、犬元気かな。吠えなかったら寂しいよ犬。タラタタ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 タ
え、実家の匂いがさ、なんか私が実家にいた頃、妹が高校の寮に入ってて、私がちょうど出るタイミングで妹が寮から家に戻ってきたんですよ、高校卒業して。だからさ、なんかなんだろう、お家の匂いが変わったっていうか、妹とかがさ、なんていうの、あれ、匂いのやつとか置いたりするからさ、家が狭いから家の匂いが全部それになっちゃって、なんか落ち着かんのよね、家に帰っても。なんか知らない家って感じです。だからおばあちゃん家とかに行ったら帰省したなと思う。カラスの声とか、なんか豆腐の移動販売の声とか聞いたら、あのサザエさんとか見たら帰省したなと思うけど、実家帰ってもなんか居場所なくてですね、お家狭くて荷物置く場所すらないので、なんかゆっくりできないんだよね、あんまり。キャリーケースが大きいからさ、それ置いたらもう座る場所もないみたいな感じなの。だからあんまりなんか長くいたら多分早く、あ、待って、喋れない今日。早く広島に帰りたくなると思います。もうめっちゃ今日滑舌が回らない。どうしちゃったの私。やっぱほっぺたの肉だ。着付けのファストフードって、私引きこもりだったから外食あんまりしてなかったです。めっちゃ狭いよ。だって家族4人で川の字で寝てましたもん、一部屋に。かゆい。引きこもりでしたよ。こんばんは。川の字確かに川4そうだね、4つ。年越しの日私多分ね、あれ見てると思う、カウントダウン TV だから物置部屋から、え、待って、無理かもです。家族ね、いつも年越した瞬間寝るんですよ。なんならもう11時に寝たりするんですよ。だから部屋がないから年越し配信とかできないと思う、います、多分というか絶対できないな。だって薄い襖しかないもん。したい、やりたいのに年越し配信とか。紅白、紅白見るけど、紅白とか月火と交互に見たりして。お蕎麦はね、夕方の6時ぐらいにおばあちゃん家で食べて帰ってきて、もうみんな寝るんですよ、すぐ。打ち上げ花火ない？あ、ハウステンボスとかかな、行ってみたい。元旦は毎年おばあちゃん家に行って、長崎のおばあちゃん家でなんかオードブル食べたりします。で、2日はなんか初売りとか行って、3日は佐賀のおばあちゃん家でそういう集まりがあります、毎年。で、大体そのあと何日か、その3日から何日かだけ多分長崎いて、すぐ戻ってこなきゃ、帰ってこなきゃいけないから、そんな多分ゆっくりはできないと思うんだけど。駅伝はね、見ます。なんか同級生のお兄ちゃんとか出てたりするから見ます。気が取れた、ちょっと。高崎役でね、年越し配信、4人でコラボ配信できるようにしてほしいよね。佐賀アウトレットありますよ、トス。
トスです。トスのプレミアム。友達のお家、友達ね、もうみんな県外出てるから、みんな実家なの、名古屋とかだから、名古屋とか福岡とか、あとは大阪とか、だからね、行けない。しかも年末年始って友達も家族と過ごすから多分無理ですね。伊藤博さん、ハートありがとうございます。そう、サガントスのトス。ねえ、帰省したいけど、ね、広島友達いないです。だって休みの日もメンバーとしか過ごしてないもん。友達ってどうやって作るんですか？どうやって作るの友達？でも私人間関係あれだから苦手だから、メンバーがいてくれたらそれで全然大丈夫。あんまりなんか浅く、違う、広くじゃなくて狭く深くがいい。広く浅くより。凛太郎さん、小判ありがとうございます。吉永里席行ったことある。飲みに行ったら友達ができるの？ほえー、そうなのね。 SNS か。じゃあもう無理だな、私は SNS やってないからね。だから同級生の情報とかも何も分かんないんですよ、 SNS できないから。だから友達自体で誰々ちゃん結婚したよとか、誰々ちゃん子供生まれたよとかを知る。あと誰々ちゃん仕事がどこどこからどこどこに変わったよとかを聞くぐらいで、本当に何も地元の情報何も分かんないんだよね。そう、 LINE ぐらい。長濱ねるさんは私オーディションの時一緒でした。子供みんな結構いるよ、同級生もう 2,3 人いる子もいるし、うん、もう私が高校引きこもりだったから、高校みんなより1年遅れてたんですよ、卒業したのが。通信に転校したから。だからその時には子供いる子もいました。2人子供がいるって。私23になります、もうすぐ2日後に。カキフライ美味しそう、食べたい。え、お腹空いたね。これタンダイ私も行きたかったけどさ、働いてました。普通にね、お誕生日もうすぐ。どうしよう、メンバーからお菓子が来たら食べちゃう。どうする、お寿司いいですね。ダイエットもうすぐいとこが来るから、それまでにお互い痩せようねっていう話をしてるので、このほっぺをなくしたいの。え、見てほしいもん、オーディションの時の私の画像見てくださいよ、みんな。最終オーディションの時言ったんよ、その画像を見せながら、ユナユナにそのイベント中に見てって、この時のパセリマジで細いよって言ったら、ユナユナがなんかこの時のパセリはなんか本当に倒れそうで心配だったみたいな、細すぎてなんか生きてるか心配だったみたいな感じで言われたんですよ。
あ、写真ももらったんだよ。なんか今日写真撮影会だったので写真もらったんですけど、めっちゃ宝物。でもファンの方の顔が映ってるからさ、みんなには見せれないんだよね。そうね、黒さんガーベラありがとうございます。パセ細いけどアイスあげるね。ダメです、ダメです、みほちゃんダメです。パセほんと頑張るけん明日から見張っとって。みほちゃんこれ毎日言ってるけど、ここ最近毎日言って毎日アイス食べてるけど、明日はお昼ご飯いっぱい食べてもうそれで終わらせる。でもし万が一お腹減っても豆腐とか納豆でしのぐ。オーディションのパセリおどおどしてるそうなんよね。食べないよ私は。ね、今日前髪さめっちゃ気に食わんくってさ、ファンの方の顔見るときもさ、うわー今日前髪が決まってればなと思ってました。え、アイス食える気でおった？みほちゃんもしかして。え、パセ食べんよ本当に、ちゃんと我慢する。だって今日食べちゃったもん帰ってきてから帰ってきてから食べちゃったもん。細くなりたい。パセリもみほちゃんにパセリ細くなったねって言われたい。だって今日他のメンバーがみほちゃんに褒められてて嫉妬したもん。パセリ嫉妬してた。メラメラジェラ、さっきサラちゃんの配信見てた、美味しそうだった。なんか卵溶いてた。そうダイエットは初めの3日間が肝心なんですよ。でもそれがなかなか難しいんだよね。みほちゃんいろんなところにおるけんね。さっきミリアちゃんの配信におって、なんかミリアちゃんとこにコメント壇上で今コメントしたみたいなスクショ来たから、私もコメントした。ジェラだって大好きだもん、みほちゃんのこと。みほちゃんはお友達って感じ、パンちゃんは推しメンって感じ、沖さんは大好きだ。じゃん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 。愛とは何なのかやっと分かった。あやぱんは渡しません。戦う、この櫛で戦う戦います。スースーさんアイスありがとう。え、ソロハさんとかにもおったんですか。みほちゃんおい DD だな。戦うよ、正々堂々と櫛で戦う。パンちゃん、パンちゃん早く会いたい。パンちゃんは舞台の日に会いました。パンが見に来てくれたんよ。え、てか私が撮ったパンちゃんの写真見てほしい。暗闇に浮かぶパンちゃん、マジ大好き。かわいい、優しいもん。パンちゃんが世界中の人間で一番優しいと思います。顔も一番かわいい。えって話してたら連絡が、え嬉しい。今日どんな感じだった？今日はとても楽しかったよ早口、オタク特有の早口。今日滑舌悪いよね、いつもより。パンちゃんからパシェのメール来たよ。え、なんて来てました？パンちゃんあと1時間後配信なの。なんて書いてました？私パンちゃんのメール取ろうかな、気になる。何？パセリのこと好きって言ってた？なんて言って
気になるわ。言えないの？秘密なの？これ有料コンテンツですか？大好きだよねこれ。パンちゃんに聞いてみよう。 お誕生日おめでとうございます。パセリの背景もお祝いしてます。なんか恥ずかしい、この背景豪華すぎて。私のこのあれと釣り合ってない気がして。パン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 ちゃん、パンちゃん、タタタンタタタンタタタン。もうすぐ誕生日、何しよう。22歳やり残したことしかないよ。私がやり残したこと、というか私さ、もうすぐ冬が来るじゃないですか。ねえ、冬来るやん。でパセ、あの7月の時にさ、7月だっけ、サマークリスマス、9月だっけ、8月サマークリスマスの時にさ、イルミネーションの約束をさこじつけたんですよね。だからさ、それ実現、でも私はもう実現しなくてもいいと思い始めた。だってなんかそれがなんか辛い思い出に変わるかもしれないじゃないですか、なんかやらかしてだからなんか結局行けなくて、また別の機会にどっか行こうねってなった方が世界平和かなと思った。だって絶対パセリいらんこと言っちゃうもん。あ、エスカルゴ食べたいよね。今日もなんかイベントの時にさ、パセリなんかカタツムリ食べたいって言っとらんかったみたいな言われて、そうなんですよって、めっちゃパセリのこと知ってるやんと思ったの服かわいい。今日のこれからのってお風呂入って寝ます、それだけ。早急に寝る、明日は早起きしなきゃ。だからみちさん多分行ってくれんよエスカルゴ。だから誰かエスカルゴ行ってくれる人を探してって感じ。22歳のうちの方がいいのかな。てかなんか風邪ひきそうな気がしてる私。なんか喉の感じが困った。マイキューさんエスカルゴ食べたことあるかな。オキさん、でもオキさんさ、キモかわいいで、キモかわいい点でさ虫食べとったけんエスカルゴいけそう。ゆきり帰ってくれそう。つまりでん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 、むしむしカタツムリ。カタツムリ食べたことない。マイキューさん元気かな、最近連絡取ってない。だから最近そもそも会ってないです、マイキューさんと。いつだろう最後に会ったの。ハロウィンの時かな、お話し会の時。話してもない。でもご飯行きたいですって、パセリが3キロ痩せたらご飯行ってくださいって言ったけど、一向に痩せないどころかどんどん増えてるのですごい行く気のない人みたいになってます。そう、前パセリちゃんマイケルのこと好きかってショーデマで言われてて、めっちゃ可愛いってなった。好きかっていう言い方が可愛かった。そう遠のいてる。もうなんかすごい口だけの自分がすごく嫌で、でもなんかダメなんですよね。一人暮らしってすごく意志が弱い人には向いてないなと思います。
から3キロ減ったら行きます、行ってもらう。でもさ、マイキューさん、私の体重が何キロか知らないしさ、痩せたところで本当に3キロ痩せたかは分かんないわけじゃないですか。だから私が3キロ痩せましたって言えば、あのいつでも行けるわけです。でも私はそれでもちゃんとそういう嘘をつかずにしてるから偉いよ。うんうん、だって6キロオーディションの時6キロ痩せてたから、せめて3キロはねって感じです。お、いいね、偉いじゃん、お酒やめて偉いね。私最近あれ飲んでるよ、炭酸水にみちょ入れて飲んでます。なんかさ、お腹を膨らませようと思って。コキンさんハートありがとう。みちょ、みちょじゃなくてみちょです。体重公開するの、みちょ。もも味おいしいね。え、気になる前髪やだ。おいしい。あー、もうやだ。ザクロがいいの、おいしいの、桃味がおいしい。私の体重、え、オーディションの時の体重言いますか。でもオーディションの時の言ったらもうバレちゃうよね、今のが。一番普通に身長が、私中学生止まったんですけど、高校ぐらいで一番痩せた時が39キロだった。めっちゃフラフラでした、その時は。もうフラフラで引きこもりだった時ね、滑舌が引きこもった時は39キロしかなくて、その時は本当に牛乳飲むのも怖くて、なんか牛乳飲むのも計量カップに 100ml だけ入れてカロリー計算して飲んでました。それが一番痩せた時。身長160です。60もないよ、50もないよ、そんな。みんな50も体重ないよ。50超えたことはないけど、そう、すごく、もうその時は毎日トマトとかしか食べてなかった。怖かった、だって自分の鏡見るのが辛くて、それでなんか毎日泣きながら過ごしてました、お家で。そんな感じの時期があったから、反動でたくさん食べちゃったりして増えたりしたので、皆さんはちゃんとあの3食しっかり食べて健康的に痩せてください。痩せなくても大丈夫か、なんか、うん、肥満じゃなければ健康的な状態でいつまでも健康でいてください。食べてね。そう、その頃は本当にカロリーめっちゃこだわってた。1日500キロカロリーとか、そんな、それもとってないぐらい、1日1食でした、その頃は。毎日キャベツとかだけみたいな感じだったから、それは本当に良くないので、皆さん気をつけて。なんか BMI でそんなにあれらしいですね、筋肉量とかが測れないからあんま意味ないみたいな聞いたことある。そう、なんかね、痩せてた頃は、その39キロだった時は寝転んだだけで、横になっただけで布団に骨が
もうめっちゃ出てたから、もう背中とか痛くて、なんか寝るのも疲れてたし、いつも起きる時とかもめまいがすごかった。フラフラして歯磨いてって感じでした。だから気をつけてみんな。それはね、高校生の時、引きこもってた時だからできたけど、そう、骨当たると痛いんですよ。あとなんか関節痛がすごくずっと続いてた。だから気をつけてください。私北海道物産展行ったんですよ。その時に北海道物産展に11月に行って、その時に試食を食べたらすごい美味しくて、食べ物が、でその反動で太った。身長伸びるかな。まだ激痩せの原因は自分の顔が嫌だったからです。なんか人の顔を見るのが辛かったからだった。そう、北海道物産展強いよね。だからそう、今めっちゃ健康的なんだけど、でもやっぱ生写真撮影とかあると、なんだろう、生で見るよりこうパーンって膨張して見えるんですよ。なんか先輩がめっちゃ細いのに、先輩、細い先輩ですら普通体型に映るから、だからその生写真とかグッズってさ、ファンの皆さんが買ってくださるわけじゃないですか。だからそういうね、せっかくだったら一番自分納得する自分の顔とかのグッズをみんなにこう持って応援してもらいたいから、なんかライブとかでさ、もしうちわとかで自分がめっちゃ嫌な写りの写真とかをこうやって振られたらさ、多分メンタルがねやられてしまうから、自分のためでもあるし、ファンの皆さんに喜んでもらうためでもあるから、そう、無理しない程度に頑張る。頑張る。だからもし皆さんもなんか最近ちょっと食べ過ぎて飲み過ぎてって方いたら、一緒に頑張りましょう。ね、体重ってすぐ増えるよね。困っちゃうよ。物産展大好き。物産展で生きていきたい。物産展ってさ、なんであんな試食くれるんですか。買うに決まってるじゃん、そんなの。黒さん、バラありがとうございます。私北海道物産展めっちゃ好きなんよ。なんかじゃが餅みたいなやつの試食めっちゃくれるから買っちゃうんですよ毎回。あとラーメンとか買っちゃうんだよね。あとおやきとかさ、困る。そう、試食したら断りづらくて買っちゃうんだよねまんまと。りんたろーさん、本当ありがとうございます。私あれ欲しいよ、キティちゃんと ST のコラボグッズで。それなんか岡山に行かんともう買えないのかなと思ってたから、あのキモかわいい店に行かないと買えないと思ってたから、昨日さメンバーに急に夜中にさ、岡山行かんって送ったんですよ。えって言われて、でキティちゃんのグッズ欲しいっちゃんねって言ったら、それ岸壁で買えるよって言われて、あれってあれ岸壁で買えるのって。岡山まで行く新幹線代払う前に気づいてよかったと思いましただから今度岸壁があったら買おうかな。りねちゃん、そっか岡山か。りねちゃん、
完璧で買えるのかと思った。そうみほりん持ってるんよ。でサラちゃんとか持ってた気がする、 T シャツかなんか。オキさん持ってるじゃないですか。でミリアちゃんから誰か持ってたじゃないですか。パセも欲しいよね。ソウリュウさんバラありがとうございます。わーい、そう岩壁で売っとるんかーいってなった。そうでもその キティちゃんの T シャツも欲しいんだけど、待って滑舌、キティさんの、あ、キティちゃんの T シャツも欲しいんですけど、もうすぐさ12月だからさ、オキさんの生誕 T 出るから、それも私自腹で買うんですよ。もう決めてて、ずっと STU の生誕 T システムが始まった時から12月になったら買うって決めてたから、だから貯金してたくさん買わなきゃいけない。たくさん買う必要ないかけど、自腹で買う。そうキティさん年上だからね。何個買うか、どういうデザインなんだろう、気になる。パセリって書いてないかな、パセリ。絶対書いてないけど、買う。みんなもパセリの生誕ティーがもしあったら買ってくれる？どういうのがいいんだろうね。みんな、私は結構普段使いできないタイプが好きなんだけど、研究者はないんですよ生誕ティー。寝巻きを、そんな寝巻きに使えないよ、レッスン着として使っちゃうよ私。なんならそれ着てさ普通にあのデパートとか行きたいな。もう普通におしゃれ着、おしゃれ着として。確かに私が買い占めたらダメですね。オキさんのファンの皆さんがゲットして、私もゲットして、じゃあ寝るとき用とお風呂上がり用とレッスン着用とコンビニ行く用とスーパー行く用とって買う？欲しいよね、気になるデザイン。てか生誕祭いつだろうね、気になる。前髪がちょっと、さっきからめっちゃ気にしてるけど何も変わってない前髪。そんな変わらないけど。パセリの生誕っていないんよ。ここ何して飲むよ。でも飾り用もいるよね。実家に飾り用と、額縁に入れて飾り用と、玄関の外に飾り、玄関の外はやばい、玄関に飾り用と。普段使えないやつが好きなよね。なんかなんだろうな、なんか道重さんとか、もう名前がドドンって書いてあるみたいなやつが好き私。もうアピールしたい、推しをアピールして歩きたいから、そういうのが好き。みんな普段使い用がいいの？普段使い用だったらもう普通におしゃれな T シャツ買った方がお買い得よ。ここいしょ。でもソラハさんのやつとかめっちゃ普段使いしやすそう。剣道みたいな、しないのやつ。洗濯して外に干せるよ。じゃあ外に干すのを毎日干したいから、毎日外に干してアピールしたいから365枚いる。マイケルさんのやつサラちゃんが持ってるよね。なんかアイコちゃんとかのさ生誕ティー絶対おしゃれだと思うんだよね私。なんか
気になる。リンコちゃんとかなんかすごいインパクトのある生誕ティー作ってそう。確かに色落ちしちゃうね。盗まれちゃうかな外に干したら。じゃあ部屋干しですね。じゃあその T シャツを部屋干しするために部屋干しを防ぐ洗剤とかも買わなきゃ。リコちゃん絶対すごいよね。私生誕 T どんなのがいいだろう。作るなら可愛いのがいいな。可愛いシンプルインパクトって感じがいい。知らない人がピンポン来て、え、そんなことあるかな。そこから始まる友情。え、色は白がいいな。白、なんか黒はさ、なんか汗かいた時にさ、黒の繊維が肌につくじゃないですか、脇とか肘とか。それが嫌なんですよね。だから結構私白をレッスン着とかにしてて、白がいいかな。みんなはどういう色が好きですか？私白ばっかり持ってる。白かピンク。え、緑か。今日パセリカラーでした。え、そうなの？全然気づかなかった。セリカラーだったの。え、みんな岩壁の時とかも結構なんかそういうの気にしてたりするのかな。推しメンの色とか。この間赤の服着てる方めっちゃいた。あの公演の MC でなんかリコちゃんがピンマイカーの岩壁来る方赤い服着てきてくださいって言ったら、ちらほら赤い服の方がいて、白いいよね。だってさ、白持ってれば何でも合わせられるし。いた、めっちゃいた、赤い服の方5人くらい。めっちゃって言われにそんなだけど。カズレーザーさんはおらんかった。あ、ココアさんはしかもね、カープの服の方もいたから、そうかも。推しのカラー、じゃあパセリは緑着た方がいいですかね。緑の服この間もう着れなくなっちゃって捨てちゃった。断捨離して、もう洗濯しすぎてさ、デロンデロンになったからもうさよならしちゃった。夏服。ふうくんハートありがとうございます。かゆい、目が乾燥してるよ。よいしょ、座布団を使う。私あんまり服とかさ捨てない人だから、結構ね中学生の時からの服もあるんですよ。でもさすがに着ないじゃないですか、持ってても。だからさよならしました。よいしょ、ちょっと待ってよ、座布団敷き。やばい、ほっ、よこいしょ、ほらしょ。さすがにね、中学校の時の服はね。本気ダイエットなんで決意したの。今日イベントがあったんですよ、ファンの方と。その時に写真撮影会があって、それです。ご飯食べてきた。何食べたんですか。何を食べたのか教えてください。私も脳内で食べるから、想像して食べるから教えて。何食べましたか。教えて。
今日のイベント楽しかった、またやりたいな、次はパセリのファンの方ともお会いしたい。カレイの唐揚げ、おいー、ちゃんぽん、寿司、刺身、鶏肉、いいね、味噌煮込みうどん、いいね、ひろちさん、あなたもありがとうございます。ヒレロースカツ定食、わあ、なんか高級そうな名前だ。アジフライマグロ、すごいね。そう、今回の当たった方、当選者の方だけの参加でした。ステーキいいですね、麻婆豆腐いいですね、いいな、食べたい、ひじき食べたいひじきが食べたい、私今いいよね、ケンタッキー行きたい、ケンタッキーのさ、なんかパイみたいなやつ、パイスープみたいなやつ食べたい、美味しそう。それが食べたいです。ソロハさんなら行ってくれそう、行きたい。辛いやつ、東真子さん、クマありがとうございます。そう、ポットパイ、和田さん、ハートありがとうございます。豚丼いいね、良いですな、丼いいよね。私今日そぼろご飯のやつ食べたけど、やっぱ白米は美味しいよね。ケンタッキーってさ、なんかそんな行く機会なかったけどさ、なんか CM 見ると食べたくなりますよね。ドーナツ食べたい、ドーナツ食べたくて、ずっと。でも舞台の日にサヤが差し入れてくれたから食べれました。今日はずっとパセリ、恥ずかしがり屋パセリでしたね。ねって、めっちゃ恥ずかしがってた今日。なんかパセリ人の目に入れんくて、なんかずっとユリニャとかミホちゃんとかと手つないでて、でユリニャと抱き合ったり、ミホちゃんと抱き合ったり、リコちゃんと抱き合ったりしてた。タムちゃんとご飯行きたいねって言ってるけど、なんかいつもねスケジュールが合わなかったりとか行けないんだよね。メンバーで一番ご飯行ってるのタムかサーヤンかって感じです。私、そう、今日もうフォー出なかった、パセリだった。今日フォーだったらね強気でいけたけど、なんか自分の顔が丸いことに病んでしまって、なんか人間の顔見れなかった、人間ってメンバーの顔とかファンの方の顔見れなかった。なんか朝集合場所行った時にみほちゃんと会ったんですよ。でも私その瞬間にもう今日顔丸いけん顔見らんでって言って顔見せたくないって言って、ずっとあの横で会話してた、横向きで。そうなんや、あのね公式の写真、ショールームとかの公式の写真より痩せてますねって言われるけど、そうなんですよ、生写真とかそういう写真とかの時は光を飛ばすから顔がパーンってなるんよ。だから別に痩せたわけじゃなくて、そういう写りのあれなので、だから痩せないといけないのです。次の写真が、撮影があってもまたパーンってなるのは目に見えてる。足は大丈夫ですよ。そうなの、そういうシステムなんよね、この世は。この世はね、写真を撮ったら膨張するシステムで成り立ってるんですよ。悲しいことにね。悲しいよね。そんな悲しくもないけど。そうなのね、
そうなのね、そうなのよね。だから加工のある世界に生まれてよかったって。なんかみんながすごい励ましてくれるからテロップ変えよう。そう、免許証の写真みたいな感じ。みんなもさ悩んだことあるでしょ、免許証とかで、あれ自分の顔鏡と違うなみたいな。それが毎日ある。いつもありがとう。こちらは常に思っていること、みんなに対して。パセリのメールを読んでくれたり、パセリのことを応援してくれたり、ショールを見てくれたりしてる皆さんへの気持ち。免許更新行かなきゃ。私の免許の写真めっちゃやばいんですよ。待って、免許更新行くときまでに痩せなきゃじゃん。困った、時間がない。どうしたらいいの、また3年間帰れないじゃん。やだやだ。鏡的には今鏡持ってるんですけど、丸いな、やだ。撮る側なの、すごい。いや免許の写真本当に目つき悪いもん、こんな睨んでるもんなんか免許の写真撮ってくださった方に何か恨みでもあるんかってぐらいなんか睨みつけてるかもしれない。あ、期限延長しました、免許いけるか分かんないと思って。そうなんだね。私の免許証も茶髪やった、褒めてもらった、うれぴー。なんかこだわりがある。あ、くしゃみ出る。免許の写真見せるコーナーがあるの。私免許の写真なんて出されたらもう生きていけないよ。だって私免許の写真を使いたくないから免許証持ち歩いてるけど、マイナンバーの方を身分証にしてるもん。嫌すぎて。パシはまだ更新、今年が初めての更新です。だからゴールドとかではない、まだ。みんな安全運転でね。マイナンバー3年目かな、今年でかな多分。そうだよね、握手会で見せるの恥ずかしいよね。私もさ劇場公演とか行くとき、 HKT さんの公演行くときは見せてた、免許証。でも辛かった。次5年後なの？加工めっちゃしてほしい。プリクラみたいになんかやってほしい。落書きとかしたい。こうやってエラ削ったり、こうやってやりたい。これで撮っちゃダメ？ダメですか？あと爪の形をきれいにしたいな。なんか結構丸い爪なんですよ私。ダメですか？こうやって撮っちゃダメ？目つぶってギャルみたいってしちゃダメ？ダメなの？困ったなぁ。かゆい。すぐさ足ボリボリかくアイドルだけど足かゆくなっちゃう。なんかさ、そうなんや、なんかさ身長測るときとかさ体重測定とかで
あと写真撮るとき、免許の写真撮るときとかってさ、なんか顎引いてって言われるじゃないですか。もう私顎ないけんさ、顎引いたらめっちゃ顎がさ3個ぐらいあるんよ、ボンボンボンって。それが怖い。足は怪我してて、そのテーピングとか巻いてたからそれでかぶれちゃって痒いだけで、足癖が悪いわけじゃないので。かぶれちゃったんだよね。今テーピングしてない。かゆい。そう。あごない。そう、左足。でも治ってきてるんだけど、足の痛みは治ってきたけど、かゆみがね、かゆみがあるのよ。つらい。パセ何時から配信したっけ？ね、なんか広島さ、免許センターじゃないと更新できんみたいな調べた書いてあったっけ。写真持ち込みとかできるんですか？52分、わ、もう1時間以上喋ってる私もしかして。強っ強っ。じゃあ半まで配信しよう。ちょっと喉がガサガサすぎて風邪ひきそう。ちょっと今日ずっと外にいたからめっちゃ寒かったな。冷えた。昼間はね暖かかったんですけど、夕方なってね上着着てなかったからめっちゃ寒かったんよ。広島写真持ち込みできないよ。終わった。もう私の免許証終わりました。秘宝。飲み物はね、水だった。お水でした。なんかそうやってお買い物したりする時間とかなかったから、普通にずっとイベントって感じだった。いやー、秘宝やだ。一発撮りなの？困っちゃう。だってもしさ、レッスン場とかで免許を落とした時が辛いじゃないですか。免許証を、わ、誰か免許証落としてるよ、写真見られて、もう私もレッスン場行けない、メンバーと合わせる顔ないって感じ。広島持ち込み OK になった。え、本当ですか？朗報。それは朗報ですね。そう、え、誰ってなるのが嫌だ。辛いよね、あのシステム。私あれも欲しいんだよね。なんだっけ、パスポート。パスポートも作りたいんだけど、多分今作ってもどこにも行けないけどさ、いつ作ろうかな。メンバーとなんか旅行とか行きたいな。生徒店長、その写真気に入ってない。法則、運命的出会いだった。どうすればいいの。A メロどんなだっけ。メイクシーンでおしゃれしてプリクラ見たいよ。ラストカーテンだった。なんでなんでそんな私も可愛くない最悪だ。今すぐデビュー。 A メロが出ない。タン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 。 A メロが出ない。更新行くんですか？じゃあ更新行ったら
あれ教えて感想。黒さんだるまありがとうございます。スケジュールが分からんからさ、予定立てれんのよね、いつ行くか。そう、笑えないからね、私口角ない。サーヤンみたいなさ、口角こうやってピュってなってたらね、いいんだけど、書いていけばいいか、こうやってピョンピョンって。私口角がないけんさ、困るんよね、そういう時。笑っちゃいけないタイプの写真の時、卒業写真とか卒業アルバムか。笑っちゃうよね。パスポートってやっぱ使いますか皆さん。私パスポート多分ね、取っても使わない気がする。海外行ったことないよね。私卒アルさ、中学の時体調不良で休んでて別日だったんですよ。で別日でさ、なんか休んでた子たちだけ集まって取ったんですけど、昼休みに。なんか学年の陽キャみたいな、なんかちょっとヤンキーというかギャルみたいな子たちだけの中に一人だったから、緊張してすごい微妙な顔してる緊張した。喋ったことない子たちに見られながら撮ったから。パセポートパセリック、パセポート、ほんと目薬さしたい。さっきから私落ち着きなさすぎる落ち着きないね。え、ご飯食べに行くのにパスポート使う、おしゃれ、おしゃれだね。元ヤンだった。今の話を聞いてどこから元ヤンということになるのですか。免許取るとき知らない人同乗するの緊張する。わかりますね。なんかさ、高速教習の時とかさ、知らない人の命を預かるわけじゃないですか。教官の人と知らない人2人の命を預かるからさ、めっちゃ緊張した人の命をそんなさ、高速教習って仮免はあるけどさ、無免許じゃないですか。でほぼ初めましてじゃないですか。ほぼてかもう高速に乗るの初めてなのにさ、そんな。ね、だって高速ってみんな飛ばすから絶対ノロノロ走れないし、でもかといって飛ばす勇気もないしみたいな。だからもうギリギリ、もうなんか遅くもなく速くもなく、本当にギリギリの速度で、決められたギリギリの速度で頑張ってやってました、運転してました。緊張した。高速教師なかった、え、いいな。もう私絶対高速乗らない。助手席とかしかじゃないともう無理、運転できない、怖いもん。あとあれもあった、なんか人工呼吸の授業みたいなのがあった。私教習所だったからね、なんか近くにある別の自動車学校に行って、その高速教習とか人工呼吸のやつとか別で習いに行かなきゃだった。確かに人が飛び出してこない、確かに。でもなんか空が近いから鳥とかタヌキとかいそう。タヌキはあれか、田舎がバレる。
田舎がバレるけど、タヌキとかさ、イタチとかの看板あるじゃないですか、なんか出没注意みたいな。私のお父さんも言ってた、高速は信号とかなんか人が歩いてたりしないから普通に安全だと思うよって言ってたけどさ、このご時世煽り運転というものがあるのでさ、怖いな。私も高速教習サービスエリアで休憩だったんだけど、サービスエリアで交代して私の順番だったから休憩どころじゃなかったですね。もう何回も椅子の調整して、シートベルトの長さ調整して、なんかめっちゃ緊張してた。山崎さん、クラッカーありがとう。タヌキ、なんかさ、最近の教習所の車ってさ、プリウスなんですよ。でもさ、プリウスで慣れすぎてさ、免許取った後にお母さんの軽自動車で運転した時、なんか勝手が違いすぎてびっくりした。まずさ、なんか何、車間距離の取り方とかも全然違うし、車の横幅とかも違うし、難しかった。山崎さん、ハートありがとう。教習所と自動車学校違うんですよ。自動車学校はなんか授業があるけど、教習所は自学みたいな、自分で家で勉強していくみたいな感じでした。難しい、なんか車間距離っていうか、なんだろう、なんか車種が違うからさ、その窓から見える景色が違うから、もうプリウスのあれで慣れてたら全然違ったんですよ。あとあれとかサイド何レバーみたいなやつの位置とか、そこはもう難しい。そう、車高も違うよね、難しい。でももうしばらくは運転することないから、アイドルでいる間は運転することないから解放されました、緊張から。そうなの、本当難しい。みんな免許取ろうと思っている方は頑張ってください。もう人ごとになっちゃうけど、苦戦した。本当嫌だったもん、嫌すぎて。私最初バス通勤したんですよ、お仕事の時。けどなんか会社から言われて車を買って、車通勤にしました。めっちゃ地獄だった、怖かった。ねえ、どうやったら綺麗に前髪できるの、教えて。なんか職場の駐車場に停めるのが苦痛だったから、毎日早く行って車が少ない時にやってました。私筆記は一発だったから、サラちゃんの前髪すごいいいよね。でも私はね、パッツンが好きなんですよ。ソラハさんとかの前髪が好き、オキさんとか一岡さんとか、なんか画像ないかな、写真ないかな、誰かなんかね好きな前髪、あ、マイキューさん、あのミチュさん、うん、マイキューさん2回落としちゃった。マイキューさん、ミチュさん、福田さんの前髪も好き。あとはね、誰だろう、
ココアさん好き、前髪。あ、トロブさんも好き。わかる、この一岡さんみたいな、この前髪シュッみたいなのが好きなんよ。そう、こういうみちゅさんみたいなシュッみたいなのが好きなんよね。だからあんまり巻きたくないんですけど、巻かなかったらなんか、なんて言うんでしょうね、こう何もセットしてない人になっちゃうから、巻かないといけなくて、巻いたら巻いたでおでこ狭いから浮いちゃってみたいな感じで難しいの。かわいい。だから私ゆきりんさんの前髪、いつぐらい西武ドームとかの時の髪型とかめっちゃ好き。好きなんよね。みちゅさんの前髪いいよね。みちゅさんってなんであんなにさ顔に無駄がないというかさ、あの全部のパーツがさ持ってるんでしょうか。羨ましい。なんか舞台の稽古の時とかに、なんかさやかりんが来れない時とか、なんか先輩の代役で入る時とか、みちゅさんとやることがあったんですけど、あの客席のシーンのあれを、その時とかもわあめっちゃ顔めっちゃ綺麗と思ってわあ顔綺麗だなと思って喋ってた。なんか目がすごく、わあお目目も瞳がすごく綺麗綺麗だなとか思って見てました。なんかみちゅさんがごめんね、私が卒業発表できないせいでみたいな、フォーが怒ることもなかったしみたいな言ってる時とか、わあ顔綺麗だなみたい な, なんかお目目がさ、こうピッてこう切れ込んでるお目目めっちゃ好きなんよ。大好き、ああいうお目目。でもちゃんと感情は、そんなのんきんなこと言ってられないから、ただ綺麗な顔だなと思うけど、ちゃんと演技はしてたよ稽古中から。めっちゃ稽古中からっていうかね、本番より稽古の時の方が泣いてた。メンバーには言われた、パセリ稽古中めっちゃ泣いてたって。なんかフォーなんて名前じゃないのところとかは、稽古の時のねやつを見てほしいなと思うぐらい、なんかめっちゃ楽しかったんだよね。そう、みちゅさんともいつかねできると思うと楽しみ。私あれ好きなよね、なんか最後ループがもう戻って、なんかみちゅさんがなんか今までありがとうって言って頭下げるシーンが好き。こっちでノナと、ノナとリュウがこっちにいて、他のメンバーこっちにいて、みちゅさん真ん中にいる時に、なんか今までありがとうって言ってて、そこが好き。教授さんかわいい、新地さんバラありがとうございます。私稽古の時はいつもね、なんかみちゅさんやめないでとか、さやかりんやめないでって気持ちを込めて やって、なんで説明してくれないのとか、そういう今まで一緒にやってきたのになんで名前をフォーって呼ぶのっていう気持ちでやったら、なんか涙が自然と出たんですけど、なんか船での稽古に変わって、なんかさ、レッスン場になかった椅子とか客席の椅子とかのそういうのを気にするようになってから、ここで今曲がったらぶつかるとかを気にしなきゃいけなくなってから、なんかね感情がすごく迷子になって、さやかりんと、ね、ずっと二人でなんかもう今日もまたお互い目カピカピで目カピカピで瞑想してたねみたいな話をしたりしてたんだけど、それでもどうにか気持ちを作り直してって感じだった。なんかすごい難しい、あのシーン。泣けばいいってわけでもないしさ、感情を
ただイライラしてるだけってわけでもなくて、なんかいろいろ作ってたから難しかった。コアドリさん、ハートギフトありがとうございます。本当難しい。そう、あそこ客席さ、めっちゃ幅が狭いからさ、なんかあそこに立ってさ、サヤカリの方向いてる時すごい違和感があった。そう、そうなんだよね。私がやったフォーって役は、そのアンさんっていうリーダーをこう陰で支えたいんだけど、支えようと思って張り切って頑張るんだけど、それがうまくいかなくて自分にイライラして、で本当は弱いんだけど、それを周りに見せたくないから強がってちょっと姉御キャラをやってるっていう設定があるからさ、あなんか難しかった。なんかすごい性格の悪いイライラしてるわけでもないけど、メンバーのことが本当はメンバーのことをどうにかしたいけど空回ってみたいな感じなんですよ。難しいよね。私とはすごく似てる部分もあるけど正反対だったからね。だからもうちょっと、まだ初日なのでこれからもっと役と向き合って頑張らないとなって。あ、もう判断。でもあれ、カメラのね、カメラのさ、あれとかもあるから、関係とかもあるから、結構位置とかは勝手に変えれなかったりするんですよね。難しいよね。ね。そう。レッスン場の時はカメラとかないから、もう思いっきり私さ、あっちこっち動いてやってたんだよ。 なんかもうすごいいつも忙しそうな怒ってる人だった。もっと頑張らないとな。役、もうちょっと役の、役を理解しないといけないなって思う。客観的にさ、舞台初日終わって客観的にちょっとやっと見れるようになって、難しいなって。もう、観客やりでやってほしいね。やりたいけど、やりたいけどね、なんか難しそうだよね。客席使うし、役への理解を深めるのが一番難しいかも。セリフを覚える、セリフを覚えるのも大変だったけど、それより役を理解するのが難しい。だって捉え方人それぞれじゃないですか。100人いたら100人の捉え方があるからさ、それがいかに皆さんと一致するかとか、その台本を作ってくださった方と自分の解釈が一致するかとかが難しいなって思います。でも楽しい、なんか違う自分になる、楽しいだよね。そうだってね、先輩とかもね、なんか全然藪下さんと違うねって言って、パセちゃんのフォーもいいねって言ってくれたから。そうなんだよね、難しいですね。次いつあるんだろうね。早くやりたいな。そう、フォーが何を、どうしてフォーがアイドルになったのか、フォーは今までのアイドル人生でどういう経験をしてきたのかとか、そういうとこもなんかすごく気になる。私はなんかどういう普段の一番最初のアンとの出会いとか、どういう出会いをしてアンとそういう深い関係になったかとか、だって冬は最年少だったけど、冬がそうやってなんか
なんて言うんだろう、冬は結構さフロントにいるようなポジションの子じゃないですか。だから4はそういう時どういう気持ちだったのかなとか、そういうのとかなんかすごい考える。でも答えは出ないんですよね。こうだったのかな、ああだったのかなと思うけど、これっていうのがさいまいち難しい。難しくね。凛太郎さん、誰もありがとうございます。ねえ、難しい。だからなんか成長、とにかく成長できたらなって感じです。今は、今はまだ未来のことなんて分からないけど、それでも私は一緒に上がっていきたい。お願いします、力貸してくださいドキ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 。なんかパンちゃんとかさ、サヤンとかアイコちゃんとかすごい褒めてくれたんですよ。嬉しい嬉しい。メンバーサコちゃんとか、なんかサコちゃんは前に岩壁の時にちょっとだけ稽古風景を見てくれてて、その後に会った時とかになんかパセリいつもと全然違う、怖いよって言われた怖いパセリ怖いよって。本番終わった後もパセリなんか感動したって言ってくれた。優しい、みんな見てくれて。そう、私さ、そうだよね、千秋楽とかの時にどれくらい自分の成長を感じられるかとかが楽しみね。その成長の過程でどういうものを得られるかとか、そういうのが楽しみです。楽しいんですよ、本当に稽古。まだ1ヶ月でさ、1ヶ月しか稽古してないのにすごくなんか成長したなって思えるから、これからもっともっと成長できるんだろうなって思ったら楽しみなんだよね。にゃにゃ。あと沖さんと出るのは楽しみ。個人的には私がいかに沖さんを意識せずにニーナとして沖さんを認識できるかっていうのが私の課題ですね、今の。あとダンスも頑張らないと、私原点楽しみだな。一回ね、そう、一回先輩の稽古に藪下さんの代役で入ったことがあるんですよ、通し稽古に。その時もうみちゅさんとあの客席のシーンとかやって、すごい勉強になることがあったりしたんだけど、そのみちゅさんとの客席のシーンが終わった後にあのもうダメだったねえ。なんかまた2期生でさ、みんなそれぞれさ他のメンバーとシャッフルして、先輩とシャッフルして成長した姿でまた2期生でやったりとかしたら、すごいさ、なんかお互い高め合ってすごくもっともっといい舞台になると思うんですよ。ねえ、頑張りたい頑張りたい。パセリもっと頑張りたい。パセリさ、なんか他のメンバーに比べて結構遅いというか、アイドルになるのも6年かかったし、アイドルになってからも歌割りとかも下から4番目の少なさとかだったりするんだけどねえ、カタツムリの日じゃねえだったんだ、なだったりするんですけど、だから結構なんだろう、ファンの皆さんに心配かけるタイプというかね。だからもっとそう、なんかちゃんとちゃんとじゃなくて、なんて言うんだろう、もっと頑張りたいなって思う。一歩一歩がさ遅いというか、歩幅が小さいというか。だけど今回の舞台でなんかすごくパセリーのファンじゃない方とかにも
先輩のファンの方とかにもなんか頑張ったねって言ってもらえたから、もっと頑張りたいなって思います。だって僕隊も最初出れなかったのあれじゃないですか、もう序列というか。だから私一番悔しかったのは僕隊のゲネプロで客席からその記者会見を見てた時が一番悔しかったかも。2期生の皆さん初日おめでとうございますって聞いた時のあの時の気持ちを思い出したら、もう辛くて やってやられん。大吉さんハートありがとうございます。みんな2期生の皆さんって記者さんの背中側にもいますいます、私見てます。だからやっぱ私アイドルになりたくてなったので、それぞれみんなメンバーそれぞれにアイドルになるまでの話というかストーリーみたいなのあるけど、私はなりたくてなったから、そういうのをパフォーマンスとかでちゃんと伝えたいなって思います。だから膝の怪我には気をつけたいです。なんかすごい重たい配信になっちゃった。アヒージョ、アヒージョって言っとこう。アヒージョで緩和されたか。ということでそろそろ終わろう。わあ、どうして私はもっと頑張れ自分って感じ。いやー、もっとダンスとか習っておけばよかったなって思う。歌とか頑張ろう。ファンのみんなにもっと喜んでほしい。なんかもっと応援しがいを感じてほしい。自慢の推しメンになりたい。それにつきます。頑張るぞ。なんかすごい重たいけど、まだまだこれから、まだまだスタートラインだと思っているので、頑張りやーす頑張りやーす。急になんか軽くなっちゃったけど、頑張るぞ、頑張る。ということで、明日は楽しみなことがあるので早く寝ます。そう、私なんか年齢のことがあってさ、ちょっと焦りもあるよね。年齢気にしないって言いつつも、やっぱりさ、さこちゃんと私って比べちゃう。10歳とか離れてたると思ったらさ、なんかやっぱ比べちゃうから、焦らず焦りつつみたいな感じで頑張るよ。ではよいしょよいしょ、頑張りやす。ちゃんと私も考えてるんですよ。パンちゃんパンちゃん、サーヤンサーヤン言ってるけど、ちゃんと考えてるから安心してください。なんか別にオタクするためにアイドルしてるわけでもないので、頑張る。ちゃんとというかしっかり。よし、私本当にこの舞台チャンスだと思ってるので頑張ります。気合い入れて。頑張るよ。ということで明日は15日か、誕生日があさってなんですけど、
明後日ブログの更新日なんですよ。で舞台について書いたので、ぜひお楽しみにしてください。よろしく。かゆい。明日愛子の日だ。本当だね、愛子の日じゃん。愛子ちゃんの日だ。みんなの本名も知ってる。インタビューはありがとう、スタンプありがとう。お腹の透け声で判断しないでよって今日メール送ったんだ。送ったら止まっちゃった。しょぼんしょぼいしょぼいしょぼん。私も大好き。今日もイベント中にずっとお腹の透き具合で判断しないでよって言ってた。止まった？止まったの？あ、そういうことか。メールが、そう、ダメだった。じゃあみんな、そういうことか。ともちさん、ピザマンありがとうございます。あ、しんいちさん、だるまありがとうございます。皆さん、私のファンの皆さんがすごく仲良くしてくれて嬉しい。平和な平和なあれでいたいです。いつまでも。人間の闇のない感じでよろしくお願いします。なんかお互いいい関係でいましょうね。これからも皆さん、パセリも皆さんのために頑張るから、みんなは楽しく楽しくお仕事してください。わいわいわい。ビスケさん、かわいい、ありがとう。今日めっちゃびっくりしたんだよね。サプライズでね、お祝いしてもらったんです。2回も。1回目はみほりんがフライングしたんです。嬉しかった。なんか大好きなパシェ、なんか大好きなパシェの誕生日なのでみたいな言って仕切り出した仕切り出しちゃって、みほりフライングして面白かった楽しかった。今日楽しかった。本当に生まれてきてよかった。私アイドルになってよかったって思った。それでその後ファンの方からもサプライズで祝ってもらって、なんか私涙がめっちゃ目に溜まったけど、なんかすごいなんか温度差すごいなと思ったけん泣くの我慢した。でもユリニャに、あと瞬き2回ぐらいしとったら絶対涙出とったやろって言われたから、セーフでしたね。楽しい毎日。なんかメンバーとかとさ、お出かけしたりしてる時にさ、うわ、なんで私すごいアイドルと一緒にいるのすごいと思っちゃう。いまだに。バラちゃん、あなたもありがとう。私結構延長してるよね。終わろ、終わります。ではでは。ピンマイカーもね最高だし、ピンマイカーのファンの皆さんも最高なんですよ。本当にありがたい、嬉しい。だってね、あのホームルームの時とかもね、パセリ推しじゃない方もね、パセちゃんパセちゃんって言ってくれて、今日のイベントでもね、パセちゃんとかパシェとかすごい言ってくれて、すごい優しい。ありがとう。いつもパセリのファンの方も、あのピンマイカーのファンの方とか、パンちゃんとか、私が仲良くしているメンバーのファンの方とか、オキさんのファンの方とか、みんな、駒田さんのファンの方とか、みんな優しい。幸せ。山崎さん、花束ありがとうございます。小平さん、バラありがとうございます。楽しかったから、早くまたさあイベントとかでファンの方とこう面と向かって一人一人と話したりしたいなって思った一日でした。
ということで終わろう。クロさん肉もありがとう。そうパシェって嬉しい。明日は大好きな大好きな人と一緒にお出かけをします。誕生日はね、あそうみんな誕生日の日配信するんですけど、レッスンがあるんよ夜まで。だけんね、だけんめっちゃ汗だくかもしれんし、ボサボサかもしれないけど、みんなパセリにおめでとうって言ってほしい欲しがり言って欲しがりなんだけど、誕生日の日レッスンがねめっちゃあるんよ。だから遅くなるけどよろしく。でそう、最悪今足を膝をフローリングで擦ってしまいました。傷口を最悪、もうフローリングとさよならしたい。早くカーペットがもうすぐ来るんです。楽しみ。だから明日誕生日前日に楽しんで、誕生日はレッスン頑張ります。じゃあねみんな急に突き放すけど、ではでは、今日も見てくれてありがとう。楽しかったです。いつもありがとう本当に。元気でねみんななんかすごいしんみりしちゃった。じゃあねランキング読むよ。13位コウジさん、12位ラクさん、11位ジロくん、10位スンスンさん、9位クアドリさん、8位五目稲荷さん、7位大吉さん、6位ソウリュウさん、5位オズさん、4位トヨちゃん、3位トニさん、2位コウヘイヘイさん、そして1位しんちゃんさん、ありがとうございます。じゃあみんなお元気で、また明日会おうね。あ、今日の今日イベントにさ来てくださった他のメンバーのファンの方とお友達の方とかいたらよろしくお伝えください。お誕生日お祝いしてくださったので泣いて喜んでましたってメールにも書いたんだけど、反応薄くてごめんなさい。照れ隠しです、ごめんなさいありがとう本当に。あと地面見て喋ってごめんなさいって言ってください。よろしく、バイバイコンクリート見ながら喋っちゃったの今日。じゃあねバイバイ。